トラミルクラジオという名前になりました。2回目なんですけれども、ありがとう、井上真でございます。ありがとうございます。前回ラジオと私、このラジオをね、4月1日始めるにあたってのね、ラジオとの思い出を大いに語ろうと、したわけなんですが、終わってみれば、取り留めのない話、お恥ずかしい自分語りをね、本当自分語りほどね、迷惑なものはないということでね、その昭和の酔っ払い親父みたいなラジオにはこうしたくないと、いうことで、皆様のこうトピックをね、いただきつつ、井上まあ的なこの日常のお話なんかをそんなことで寄り添えたらいいなと思っております。自宅収録、トラミルクラジオでございます。非常に慣れないんでね、まだあれですけど、前回を聞いたところ、この軸のね、話、一人喋りの難しさ、まとまりのなさ、これちょっと慣れていかなきゃいけないなという、ずっと一人でやってきたんじゃないのか、その仕事をやってきたんだろうというご意見もきっとあるかと思うんですけれども、やっぱりこの、お客さんがいない、ひいてはこう目の前にこう話しかける、大体ラジオの現場っていうのは、公開でなくてもですね、前にこう作家さんがいたりとか、その人とかガラス越しにですね、ディレクターさんがいたり、そのね、音を調整してる音響さんですかね、がいたりとか、するわけです。ともすると、部屋の中にアシスタントの方とか、一緒にやってる相方的な人とかがいるわけですよね。僕の環境だとそういうことが多かったと。レポーター前回言いましたけど、にしても相手の人がいたということですよね。やっぱりその不安なわけではないんでしょうけど、このその人のやっぱりこう表情だったり、愛の手、無音であろうと、この話をどういうふうに受け取ってどういう反応をしているのかなみたいなことをこう、ガイドラインにしてですね、るところが多かったり、その人に語りかけるということが生み出すテンションみたいなのが、助けられてきてるみたいな、そういう作りになってるんでしょうね。テレビにおいてもその観客を入れるとか、そういうね、やっぱりまたちょっと話ずれちゃうんですけど、アメトークとか、そんな毎週見れてるわけじゃないんですけど、その他の番組もそうなんですかね、コロナで今多分観覧入れてないんだと思うんですね。そうすると今までと同じセット、同じアングルでやっても、やっぱりこうタレントさんの表情が違う気がしません？皆さんどう？特に V を見てる時のワイプの顔とかっていうのが、やっぱりワントーン低いようなね、その密室で収録しているお客さんには見られていないけど、テレビの上がりのためにやっている表情に、これアメトークに限らず、アメトークそうじゃないかもしれない、ごめんなさいね、違ったら、なんかタレント的にはその方が楽なんでしょうと思うんですが、やはり番組観覧のお客様がいるいないでは、そのタレントの表情ってこう当然違ってきますよね。やっぱ人間ですから、目の前の人間を無視できないというか、結果取れ高的に鮮やかな、豊かな表情になったりとかっていうことなんだと思うんですよね。それは先人が築いた知恵だったりで、番組によってはですね、ちょっと前にニュース、結構前か、観覧に可愛い子をね入れると、これね、やっぱりテンション上がるんですね、偉いもんで。テレビカメラの向こうには、そんなにテレビに遅れたわけじゃないんで偉そうなことは言えませんけれども、端くれとしてね、テレビカメラの向こうにはもう何千人何万人ね、マックス奥までいるわけじゃないですか。そっちを気にして、映り方をね、本当は気にしなければいけない、気にするべきなんですけど、そのね、目の前の、特に若者の時はね、目の前の可愛い子のにいい格好したいっていうのに勝てないんですよ勝てないというか、そこに向かってテンションが上がってしまうというと、どうなるかというと、いい表情が取れる、それが笑いとか
表現的に逆効果になって空回りとか、なんかちょっと悪い印象に映ってしまうことももちろんあるんでしょうけど、それをね、実はこうテレビの作り手さんっていうのはもうちゃんと計算して、その観覧の段階から選んでいる、選んでいるというか、これね、偉いもんでこう可愛い子は前に座らせられたりとかっていうとか問題になりましたよね一回ね、その観覧の、まあ、これは ググっていただいたらいいと思うんですけど、その観覧のレベル分けされて、それが内緒で行われていたみたいなね、これはあれですよ、このどの番組がっていう話じゃないですよ、だからそういうことが、まあでもそれはありますよ、僕の目線からしたら、だってそれは演出だもの、うん、だけどそのアルバイトで来てもらう人をこう、その人たち教えずに ABC とかランク分けとかして、この番組は映画何人前列とか、それは良くないんじゃないかみたいなのがちょっと問題になったような気がします。というぐらい人が前にいたりとか、ガラス越しで人が見てるとか、そういうことは要は影響を及ぼすわけですよね、きっとこういうコンテンツ作りとかっていうのに、うん、で実際僕も何年も前に、ポッドキャスト、 YouTube、 一人喋りのラジオね、僕は前回も言いましたけど、ラジオがすごく好きで、ラジオのコンテンツを作りたいと常々思ってまして、その時は何もそういうのやってなかったのかな、その時期は。なので一人喋りをやっぱりパソコンを買ったぐらいかな、何年前なのかな、もう15年ぐらい前なのかもしれないけど、やったんですけれど、やっぱね、一人では無理だと思ったんですよ。一人で部屋で撮るってもう話が終わってしまう、まあ、当時若かったっていうのもあるんでしょうし、まだ時代もちょっと違かったのかな、うん。で特にほらまだお笑い芸人ガンガンでっていうテンションのね、あの年齢世代時代だったんで、これずっと振って落として振って落として漫談を続けなきゃいけないのかと思ったら、もう無理だと思った覚えがありましたね。で当時単独ライブとかをまあいっぱいやってたんですけども、ネタのコンテストとかね、出てた頃なんで、その作家さんですよね、まあ、後輩の芸人、を辞めて作家になってるっていうのが、まあ吉本とかそういうお笑い界にはねいっぱいいるんですけど、その彼と一緒に相づち打ってもらってやりましたね。5、6回やったかなっていうとっても結構楽しかったんですけれども、まあ続かなかったのかな、うん、っていう覚えがありましたね。ちょっとトーンが見つからなかったというか、はい。ただなぜこれを今言ったかと言いますと、今ちょっと時代も変わりつつ、まあ、そういうことをやってる人も多く、僕はそういうことを見ることも聞くことも多くなり、受け取る側が慣れてるんじゃないかなと。だし僕も受け取る側、僕結構 YouTube でいろんなもん見たり聞いたりするし、音声コンテンツはもうずっと好きでやっていたりしたというところがあるので、まあこんな取り留めもない話をちょっとしてみてもいいのかなと。でやりながら、まあ学ぶ変えるね、じゃないけど全然違うものになるかもわからないのかなと思いながらも、まあマイペースでやっていきたい、行きたいっていうだけで今ねやってる感じなんで、その観覧の話と、比較してっていうのは、その逆にいないから、周りに誰もいないからでし、だからこのトーンになってるわけですよね。だから誰かいたらこのトーンにはならないという逆のトーンでお届けすることに、慣れていきたいのかなと、慣れていっていただきたいのかなと思います。そしてこの虎の穴は生配信もやってるんですけど、生配信はまたコメントを読んでいくので話が途切れることはもうないと、それはそれで僕はそっちの方が正直好きだったりはするんですが、うん、まあ同じぐらいこっちも好きかなとないやねんっていう話ですけども、まあそれぞれのトーンがあったりするんで、いろいろまた教えていただきたいなと思っております。はい。
もう10分結構長くなってしまう。だからそうですね、そういう日常をね、情報発信できていけばいいのかなということですよね。なのでそんなに演出もせず、まずはね、その別にジングルがあるわけでもなく、サムネイルがあってコーナーがあってとか、そういうことでもなくね、やっていければなと思ってますよね。はい、世間はコロナウイルス一色でね、それはこれを始めるきっかけみたいな、時間もあるんでやってみようみたいなことなんですけど、消毒液のね置き場所ってちょっと難しいですよね。アルコールでプシューッとこう上を押してさ、下に出てくるようなのが置いてありますよね。ありがたいし、あれをこう手にプシュッとやって、手をねこうなゴシゴシするとなんかこう清められたような、あ、こんな気持ちいいもんだなっていうふうに思うんですが、これみんな思ってんじゃないかなと思うんですけど、これ難しい問題。トイレのね、手を洗うところにあるでしょ。でトイレ終わります、手洗います、水止めますね、で石鹸で拭き拭きしてゴシゴシして水気を取って紙で拭いて、その後にね押すわけですよね、ポンプを。でまずそのポンプの、上のこの何ですか、押す部分よね、ここなんかついてない可能性ないっていう、そこ一番汚れてる可能性ないっていう、その手を洗わないでこれだけ押してる人いるよね、絶対いいっていうことよね。でそれは100歩譲って、それ押した手の上に除菌できるからいいのかと思うんですけど、その左手にプシュってするとき右手でポンプの上を押してるわけだよね。じゃあ右手の指がちょっと菌があったとして、ついたとしてね、ごめんなさいね、今度左手で押すわけよね、右手にかけるために。したら綺麗になった右手の上でまたその菌があるかもしれない、そのボタンを押してるわけでしょ。でその後なんとなくゴシゴシして、あ、いいかなっていう細かい話ですけど、ちょっとこう矛盾を感じざるを得ない、やらないよりは全然いいでしょうし、ありがたいんですけどね。そのボタンのことは、最悪それはさ、手洗ってる人が見直してるということであればいいかなとは思うんですが、これみんな思ってますよね。その後トイレのドアを内側から開けるわけですよね、ドアノブを。手洗わないで出てる人もいるであろう、そのドアノブを開けるわけですよね。あそこでチャラなんじゃないかなと思っちゃうんですよね。肘で開けるみたいな、でも肘では開かない作りもあるじゃないですか。そんな実は気にしてないんですけど、その構造自体これ難しいんじゃない、トイレ出たとこに置くべきだなって思いません？ね、手洗ってない人がその洗ったとしても除菌してない人がそう触って出たり一緒なわけでしょ、ね、ちょっとそれはもうちょっとコロナ以前からね感じてたことなんで、でもそれはちょっと笑い話みたいに喋ってたんで今も同じようにこう言ってみましたけど、コロナですからそんなにね笑えることじゃないですから、あんまりねそんな軽口も叩けないんであれですけど、歩いてたですね、この間街をね、葛飾に行く用事があるんですね。毎週道歩いてたら道端にある食べ物屋さんの前にですね、前ですよ、出たとこ入り口のとこにその消毒のポンプ、アルコール消毒液が置いてあったんですよ、ね、テーブルが置いてあって、それがもう お使いくださいみたいな感じで置いてあって、ありがたいなと思って、ないよりはあった方がいいじゃないですか、ありがたいなと思って道すがらね、その食べ物屋、本来は食べ物屋さんから出てきた人がプシュプシュってやって使って出てくものよ。ただ街角に置いてあるから、ありがたいなと、ちょっとここで食べるわけじゃないけどごめんなさいねと思いながらも、でもありがたいし、さっきの考え方から言えば素晴らしいなと思ってね、そこはインドカレーのお店だったんですよ。そのね、本当のインドカレーの本格的なその外人さんがやってるようなっていうところでね、プシュプシュってやってふきふきして、って言って通り過ぎようと思ったら、それを店の人が中から見てるんでしょうね、ずっとね。
ガラガラって出てきて、いらっしゃいませって言うんですよ。どうぞどうぞって、あの、まあ、インド系の方ですよね。どうぞって言うんですけど、どうぞっていう言葉の醸し出す顔じゃないんですよね。使ったからには入ってけこらみたいな。うまい商売と思いましたね。やっぱり素晴らしい商売人だなっていうふうに思いましたね。ただもうご飯食べちゃった後だったんで、あのそこで、あ、すいません使っちゃって申し訳ないとかっていうのも違うし、ありがとうっていうのも借りを作ることになるんで、まあ、どうしたかと言いますと、うん、この間来たよって言って、いやそれ本当なんですよ、この間行ったよ、また行くよって言ったら、はあ、みたいな顔してましたけどね。あれはだからそうですね、どっちの意味なんだろうな。やっぱりそのドアノブ問題でやっぱ出てからやるのが一番いいよねっていう考えで置いてくれてるのか、それともお客さんをホイホイで置いてるのかっていうね。まあでもどっちにしろ手洗いうがいはすべきですよね。すごい時代になっちゃいましたけども、まあいろいろこう発信の方法をね変えていろんなことを始めてる人も多かったり、今こそできることがあったりするんでしょうねっていうのもあるんで、皆さんも楽しい、毎日を過ごしてね行きたいなっていう思いますよね。でラジオの話で、まあ、今日時間ももう来ちゃうんですけども、思い出しましたね、そのラジオのレポーターの話をしててね、前回の聞いてその話始めたそこは言いたかったなっていうところ全然言えてなかったんであれですけど、まあ、まあ大した話じゃないですけど、占い師の学校にロケで行ったと。でそこで占い師の学校って思うんですよね。その頃は、まあ、24、5ですよね。占い師っていうのは生まれつきそういう能力を持っていて、なんかもうそういうのが黙ってても見えちゃうからしょうがなくそういうことをやってる人たちって思ってたわけですよ。占い師の学校って何と思って、まあでも今思えばあるんでしょ、その易学という考え方、要は統計学に基づいて、で最後のなんかこうあれでしょ、パチスロの目押しみたいなもんなんでしょ、あのガチャガチャガチャってやるのは何分の1かのやつを最後のスロットボタンみたいな、あとはもう統計学の情報に基づいて生年月日云々とかから割り出すみたいなことの、要はなメソッドとかロジックみたいなのを教えてたんだろうなって今は思うんですけど、その時は占い師の学校かと思いながら、でもリポートですからちゃんとやらなきゃいけないので、まあ、若い頃だからやっぱりその特に時代も時代なんで、もう悪いじゃないですか、考え方が芸人になるような、なんかこうバカにしてるというか、ほんで今反省なんですけど、もうちょっと笑っちゃうような授業だったんですね。森田さん、これから30人ぐらい座学ですよ、教室で。先生が女の人、おばちゃんですよ、50、60ぐらいのね、今からで、大体女性でしたかね、その生徒さんが。今から皆さんでね、森田さんが、お家の中でなくしたお財布の場所をね、探り合ってましょうみたいなことを言ってたような気がこれ授業かねと思って、で逆に今聞きたいですね、そのどうお客さんを集めて商売にしたのか、すごくないですか、それを商売にしたっていうね。まず三軒茶屋にいつもいる、三軒茶屋だっけな、まず占い師、今もあんまりいないかもしれないですけど、街にねこう駅舎って言ってこうさ、自分でテーブルかけて布かけてさ、なんか水晶みたいなの置いて占いで座ってる人は結構多かったですね、多かったんですよ。でもその人も当然さ、その仕事に行く途中があるわけでしょ、その道具を持って、その服を着て、あのね、一回中央分離帯に取り残されてるその人を見たわけいつもいるあの場所まで行く途中なんだろうなっていう、で見て思ったんですよね、いや占えてないじゃんっていう、ちょっと先の未来をね、ちょっと雨降っ
ってバタバタして片付けてる占い師も見たことあるんですけど、ちょっとね占えてないじゃんっていうのはやっぱりもちろん当時ね若かったから、今はねそういうのはいろいろそういうことじゃないんだよっていうのはまあ思いますし、そういう方も頑張ってらっしゃるねということだと思うんですが、その方にね、その頃言われたんです、占ってくださいって言うじゃないですか、やっぱり番組だから。そのラジオのリポーターで言われた時は、あなたはね非常にいい耳をしてると、耳の形がいいって言われてね、まあ、それはなんか親戚のおばちゃんとかにもよく言われてたななんて思ったりしたんですけど、最終的にね、一生あなたはねお金に困ることはないって言われたんですね。なんでそれからまあ十何年、まあ15年ぐらい経ちますよね、もうちょっと経つかね。だからずっと占いはねそれ以来信じてませんね、もうだってずっと困ってたしねはい、時間でございます。20分は過ぎないようにねやっていきたいと思っておりますので、第2回そろそろ皆さんからの お便りがねツイッターの方に届く頃だと思っております。概要欄ご覧ください。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。マイペースに喋っていきたいと思います。なんだっけ、トラミルクラジオしっくりお互いしっくりいくように続けていきたいと思います。井上真央でした。ガオー。